五代君から4月9日自作の監視の再々提出があった。これで3回目である。まだ待ちぼうている。まだまだ勉強が足り、再再提出3回目でまだ間違っているのは勉強が足りん。今からちょっと費用する。川緑にして鳥いよいよ白く、山青くして花隔然たり、風光の春、またすぐ。この風という字は故事である。飯田君も和田井君も北君も故事というのは、まあ例えば銅鐸とかそういうふうな、まあ3000ぐらい前の字である。これは旧漢字ではない。もう一回言うと、古字、古い字と書いているのは3000年ぐらい前の字である。こういうところで古字を使うたらいけない。それから俗字と書いているのは、あれは間違った字。俗字と書いているのは間違った字。古字と、古字というのは古い古い字。古字も俗字も使うてはならない。風光の春、またすぐでもいいけど、すぎ字がいいな。いずれの日か、これ記念ならん。変えるいう字が間違うてる。うん、ここは風という字が間違うてるいうことやな。緑で書いてるのは。五代君は同じ一つの漢詩で一月以上もかかっている。もっとスピーディーに新しい詩を作らんと、古い詩を何回も出して何回も直してもうて勉強にならん。一回直してもうたらカチッと一回ぐらい直してもらうのはいいけれど、二回三回四回と直してもうとったら話にならん。この風も字を引いたら故事と書いていたはずや。ほんなら故事言ったら何やろなということを調べんといかん。それを調べんと、そこら辺にあるもんちょこちょこっと書いているからこういうことになる。変えるという字ももっと注意深く見ていかん。もうこの詩はこれで終わり。新しく詩を作って、先生に見せるように。この詩はこれで終わり。出来が良くない。こんだけ
何回も注意受け取ったらあかん。もっと頑張るように。